やっぱ時代はアイドル売りに限るっしょ。え、そうなの？え、そう。アイドル売りしていこうよ。アイドル売りする？うん。うん。俺たちに足りないのはさ、うん、アイドル売りじゃないかな。いきなり？この前ね、うん。二階堂もののけを、うん。世界に羽ばたかせたいんですけれども、うん、どこかでお時間いただけますか、オンラインミーティングさせていただきたいですっていう連絡が来てさ。え？そんな連絡が？おう、来たんだけども、うん、まあ一応知り合いではあったもんだから、うん、それに応じたのね。あ、応じた。ほう。うん。で、話を聞いてみたんだけれども、うん、したら、VTuber デビューしませんかって言われて。おお。その、もしデビューするなら、どういう制約があるんでしょうって言って聞いてみたら。うん。ただ、その直近の動画におきまして、うん、ヒカルとか宮迫とかあの辺の話題を上げていましたので、うん、そういうのはちょっと厳しいかとって言われて、あ、じゃあ俺たちには無理だって。あ、俺たちにはじゃあ、その、その我慢できないかもしれない。一気に打ち合わせが破綻したっていうのが、ね、あったんだけど。ああ、ちょっと厳しいね、確かにね。そんな俺たちが今できることといえばね。はい。やっぱアイドル売りっしょ。いや、それ VTuber がやんのよ。ね。じゃあ二階堂。うん。おはようボイス頼むわ。なんでだよ。おはようボイス俺撮るの？いや、今。今？じゃあ、起きるとこから。眠ってる人、まあ恋人っていう想定かな、うん、恋人を、眠ってる恋人を起こして、うん、まあ、2,3 個と言って、うん、で、お前はじゃあその出かけるみたいな、はい、そういう流れでいこっか。あ、分かった。おはよう、何時だと思ってるの？何時今？どっち側の声も入るんだっけ？で、そっちの声もあんだっけ？あ、これ、あ、これじゃない。あ、これじゃないの。あ、これ、俺理解しなかった。シチュエーションボイスってそっち側もいるっけ？そっち側は、その聞いてる人に委ねるんじゃないの？あ、そうなの。何時じゃねえよ。あ、でも、そうか、お前の部分、いる想定で撮れたらやっぱりやりやすいから、うん、お前やっぱそっちやった方がいいかも。あ、こっちやったらいい。やって、後で切ればいいかも、うん、お前の部分は。あ、俺の部分切りゃいいのか。そう、後でお前、あ、それいいじゃん、なんか。やりやすいし、こっちも。そうだな。うん、そうしよう。あ、朝来ました。はい、おーい。もう朝だぞ。起きろよ。何時間寝んだよ。いいじゃん、休みなんだから。俺出かけるからね。え、まあ、その時間。え、嘘。え、今日仕事だったっけ？お前のパートナーがいて。何時帰ってくんの？今日何時に帰ってくんの？今日8時ぐらいに帰るよ。え、8時？うん。なんかちょっと遅いね。まあ見込みね。もうちょっと早く帰れるかもしんないけど。え、なんか今日あんの？ん？いや、普通に仕事。え、仕事？うん。いつもでも6時半とかじゃん。うん、でもちょっと仕事溜まってて。あ、そうなんだ。うん。で、飯はどうする？そんな顔よしねえよ。な起きろよ、早くじゃ。お前じゃあさ、うん、実際にその、言うのか、そうやって。どんだけ喋んだよって。どんだけ喋んだよ、早く起きろよ。じゃあそんだけ喋るんだったらよって言うのか。俺そんなに唾飛んでたね。怖かったよ、マジ怖かった、ごめんなさい。お前リャマかと思ったよ。飛びすぎて、リャマかと思った。お前リャマかと思った。やっぱお前ダメだな、なんかちょっと照れちゃってるわ。シチュエーションボイス。嘘、
俺が見本見せようか。あ、お前何照れなしいける、うん、お前はいけるよ。あ、マジで。じゃあちょっとだシチュエーション変えようかな。あ、じゃあ彼女と2人でドライブしてるっていうシチュエーションでいこうかな。はい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 。じゃあお前一応相づちやってもらっていい。あ、分かった。あとで切るか。オッケーオッケー。どうだい藤子の名前は覚えられたかな。おい、なんでフリア、フリアトール。フリアトールのあの不倫、何不倫の流出動画いいんだよお前。なあ安室さんで喋るやついらねえよ別に。VTuber デビューしたらこれできなくなんだってよ。いやマジかよ。しない方いいじゃん。じゃあ絶対。いやこれに関してはできなくても支障ねえけど。ニカムの日常スタンプ買いたいです。売ってください、売ってください。私目に売ってください。私目に、私なんかに、私ニカム、もったいないですけれども。私なんかが、私なんかに、買えるかわかりませんけど、買えるかわかりませんけど。